はいどうも、サブメシです。さあ今回ですね、緊急事態宣言ということもあって、食べ歩きではなく、まあ、食べ歩きっちゃ食べ歩きなんだけど、あの小倉でね、美味しいテイクアウトのお店を探しに行こうかなと思っておりますね。一体どんなお店があるのか楽しみですね。それでは行ってみよう。ソロ飯 TV。 おきびやモーニさんの、テイクアウトの弁当をですね、今日買いたいと思います。ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ美味しそうです。じゃあ僕はこの、はい、絶品のニアナゴ重、ニアナゴ重、はい、かしこまりました。はい、ありがとうございます。はい、ニアナゴ重って珍しいですよね。いや、でもそうです。ニアナゴ重ってないと思います。ですよね。ねえ、あの、下処理でですね、米を丁寧に取り除いて、あの、なるほど、奥や炊き上げてあるのは、わー、楽しみ。もうすぐ食べますから、この後。ありがとうございます。お箸もお願いします。はい、差しました。ありがとうございます。ゲットいたしました。いただきます。はい、すいません、ありがとうございます。はい、いただきます。それでは魚にさんのニアナゴ重、めっちゃうまそうでしょ。これうな重じゃないよ、ニアナゴ重だよ。ニアナゴ、アナゴね。めっちゃうまそう。これ超柔らかいらしい。タレをかけます。わ、すごい、結構トロトロだね、これね。いただきます。うわ、はい、これやばいっしょ、やばいっしょ、このアナゴ。いただきます。うまっ。うん、美味しい。これちゃんとご飯にもね、タレがかかってあるね、最初からね。いいね。うん、うん、結構ご飯入ってんだね、これいっぱい。うん、なかなかのボリューム。タケノコが入ってます。あ、なんか久しぶり弁当食べるな。おいしい。うん、柔らか、うまい。卵焼き、うん、食べた。ペロリと完食。美味しかった。ごちそうさまです。ソルティスイカスムージー、はい、お願いします。それでは、もうね、ちょっとね、バランスが悪いんよ、これ。ソルティスイカスムージーいただきたいと思います。これどうして、どうで飲めばいいというか。どうもね、ここにね、塩がね、ついてるらしい。いただきます。スイカ。これね、見えるかな、見える、こう種じゃないよ、これチョコチップです、これね、種じゃないんですね。うん、美味しい。これスイカどうすればいいって。ね、店長さんがあのバランスが悪いんで、あの気をつけてくださいって言ったよね。もうとね、落ちたら自己責任でお願いしますって言って。じゃあスイカちょっと塩つけようかね。うん、もううまっ、めっちゃうまいっすけど。
応ね、この多分ソロ飯 TV は9月オンエアなんですけど、今8月ですから、ギリギリ8月なんですよ。でもね、9月の頭ぐらいまでちょっとあるって言うんだね。まだ八百屋さん、果物屋さんと相談しながら、もう果物屋さんがないって言ったらもうスイカ終わり、期間限定です。うん、うまっ。うん、なんか入れるといいんだ。ロッタがいいね。お、スイカいいね。甘い。もうちょっとそんな甘くないのかなと思ったけど、甘いね、スイカ。このスイカ甘いわ。ですね、キラキッチンさん、元キラキッチンさんになるのかな。前ホルンにお邪魔した時に美味しいよって聞いてたところなんですよ。で、基本キッシュとかスコーンをね作ってるところなんですけど、こうやってね定期的にじゃーん、超うまそうでしょこれ。彩りキムチ冷麺、これ完全予約制でたまにテイクアウトで販売してるらしいんですよね。うん、で、今回ちょっと私予約をしまして、で今ね、あの小倉南区の方に新しい店舗を構えて、金谷っていう名前で、お店をやってる、はい、キラキッチンさん、うん、ね、超うまそう。今日はこの彩りキムチ冷麺いただきたいと思います。このねタレがついてきますので、これ生姜ベースのタレらしいんですけど、これをねお好みで適量かけて食べてくださいということなんで、はい、かけたいと思います。毎回ここね場所。南区まで買いに行ってここで食べるという。だって食べるとこないっちゃうもんね。うわー、これ怖っ。ちょっと大丈夫これ、弾けんよね。怖い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 。うわい、はい、OK、これをかけますね。はい、はい、タレをかけました。じゃーん、超うまそう。それではいただきます。すごい、結構いろいろ入ってる具材が。お、麺がちょっとなんかね、ハンダ麺っていうのを使ってるらしい。結構もちもち食感でつるっとした食感らしいんだけど、あー、うまそう。ほら麺、こういう感じの麺です。あ、うまっ。うん、あー、これうまいね。うん、うまっ。このお肉もうまいでございますよ。うん、で季節のお野菜がね、でやっぱキムチ、キムチ、ああ、うまい。ああ、なるほど、酸味はあんま効いてないタイプのキムチだねこれ。うん、おいしい。うん、これは結構喉越しのいい麺でございますな。ツルツルいくよ、こうナス。あ、うまっ。ナスうまくねこれ。かぼちゃも入ってます。いっぱい入ってるねこれ。うん、あ、うまい。あ、かぼちゃもうまっ。うん、にんじん、きゅうり、うん、うまっ。もう食感がいいね。お野菜はシャキシャキでございますよ。うまっ。で、この私の大事な半熟卵。うん、うまっ。
うん、これナスとさ、キュウリうまくねこれこれおびっくりする。ほんとこれ具材がいろいろ入ってるからうまいね。ごちそうさまです。めっちゃうまかったこれこれはうまい。かなえさんの彩りキムチ冷麺最高、うまい。これね、あの DM 送って買うシステムになってますので、はい、皆さんインスタフォローして、ちょっとね食べてみたい人は予約して食べてみてください。めっちゃうまい。